日本聖書人学校は東京都新宿区下落合にあるプロテスタントの神学校で日本キリスト教団の認可神学校である。設置者は学校法人聖教学園。法的には各種学校にあたる。岡田吾作と金井為一郎らによって1946年5月に創設された。金井為一郎が初代校長を務めた。現在の校長は神保望である。4年制で働きながらでも学べるよう夜間のみに授業を行っている。入学資格は大学卒業または同等の学力を持つ受選後2年以上のクリスチャン。信徒向けの神学基礎講座を4月と9月に開講して、聖書ヘブル語ビデオ通信講座、聖書ギリシア語通信講座開講している。通信講座も開講。現職2019年3月現在で741人の卒業生を輩出している。神学校紹介、本学の特色。日本聖書人学校。2020年3月2日閲覧。ABC 坂本直子。インタビュー、日本聖書人学校校長、神保望さん証明に応えて献身したい、社会人の受け皿に。クリスチャンプレス。2020年3月2日閲覧。神学校紹介、本学の歴史。日本聖書人学校。2020年3月2日閲覧。坂本直子。インタビュー、日本聖書人学校校長、神保望さん証明に応えて献身したい、社会人の受け皿に。クリスチャンプレス。2020年3月2日閲覧。ありがとうございます。